はい、本日はですね、夏にめちゃくちゃ使えるショーツを紹介していきたいなというふうに思います。でですね、いよいよ夏が近づいてきたということで、まあ、ちょっと長ズボンじゃきついなみたいな日がちょっと続いてきたと思うんですけど、まあ、ショーツやって何買おうかなと思ってはる方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、その中でもいちいち考えるのってめんどくさいじゃないですか。だからもう僕はこのショーツ1本だ、この1種類だけでいいと思いますっていうのを紹介していくんですけど、まあ、僕がショーツこれって言ったらもうよく見ていただいてる方はですね、あれやろうと思うと思うんですけど、もう早速紹介していきたいなというふうに思います。でですね、僕がおすすめするショーツっていうのはこちらです。このパタゴニアのバギーズショーツということになってます。で、やっぱりなと思う方もいらっしゃると思うんですけど、やっぱこれはですねめちゃくちゃ使えるんですよね。で、僕結構ショーツ履いたりはしてて、今までずっと夏になったら必ずショーツ履くっていうスタイルでずっと着てたんですけど もうこれはほんまに僕パタゴニアの社員になろうかなと思うぐらいめちゃくちゃ良くて、もうなんかこれのクレームに関しては僕全部受けてもいいですよと思えるぐらいめっちゃいいので、まあ、夏にショーツで迷われてる方がいらっしゃったらもうこれでしょうというところでお話していきたいなというふうに思うんですが、まあ、先にまず今日の流れとしてはですね、このバギーズショーツがなんでいいのかっていうのが、まあ、使ってて良かった点、僕が実際使ってて良かったなと思う点と、あと周りの方から聞いたデメリットっていうところと、まあ、僕はあんまデメリット感じてないので、あと他社との違い、その他のブランドでもショーツって出てるけどなんでこのパタゴニアがええのっていう話なんですけど、その辺を話して最後まとめて終わりたいなというふうに思いますので、早速お話していきたいなと思います。で、僕が実際使用してて良かった点っていうのはですね、やっぱり夏場とかもそうなんですけど、服を考えるのってやっぱ基本めんどくさいじゃないですか。って考えた時にバギーズショーツってもう一択にしとけば楽なんですよね。で、何も考えずに、まあ、僕はこれ3色あるんですけど、例えばもうちょっと地味な色とか持っておけば、もう何も考えずに毎日それを履いてればいいっていうだけになってるので、もういちいち何も考えんでもそれなりに夏っぽいスタイルになるって言ったら、もうこのバギーズショーツってことになってて、まあ、これに関しては本当に T シャツ、ラフに T シャツ1枚とかでも合うように、もともと水陸両用でできてるっていうところもあるので、例えば海のスタイルとかにもバッチリ合いますし、それ以外にはこう山とかでも使う方いらっしゃるので、こうアクティブに動くような感じの時でも使えるってことで、まあ、先にいろいろ言っちゃってるんですけど、まあ、とにかく迷ったらこれを履けばいいっていうことになってるので、まあ、その辺は良かったっていうことになってて、次にこれ使える用途が多いんですよね。先もちらっと言っちゃったんですけど、使える用途が多くて、水陸両用でもちろんこれは海とか川とか、あとプールとかでも使えたりもしますし、なおかつ普段着としても使える。で、さらには登山とかその山登りトレッキングとかでも使用してる人がいてて、要は例えば汗とかでこう濡れたりしてもすぐ乾いたりするので、そういう時でも使えたりするっていうことと、あと僕の使い方としては、去年は結構寝巻きとかでも使っててですね、まあ、これが裏側にメッシュっていうかライナーが入ってるんですよね。だからそのライナーが入ってるおかげでノーパンで履けるっていうことで、ノーパンで履いちゃってパジャマにすることもできるっていうことになってるので、まあ、海パンとかもあるじゃないですか、よくこういう中のメッシュが入ってるやつって、まあ、これがあったらね、隙間からこんにちはマンボウせんでいいというか、まあ、マグナムの方をこう解放することがなくなるというか、まあ、僕はそんなマグナムほど立派なものではないんですけども、そういう心配がなくなりますよね、こういうメッシュがついてることによって。なので使える用途が広い、私服、アウトドア、キャンプ、海パン、寝巻きっていう感じで使えるので、使える幅が広い。そして次がですね、乾きが早いっていうことになってて、例えばこれ洗濯するじゃないですか、洗濯して朝パンって干したらもう昼にはもう全然乾いてるんですよね。だから極端な話、1時間半とかぐらい夏場やったら外にピュッと干しといてあげればさっと乾いたりするので、旅行とかであったりとか、あとなんか荷物を少なくしたいシーンってあるじゃないですか。例えばちょっとどっか出かけるけど荷物はちょっと少ない方がいいねんとかっていう時は、こういうのをですね持っていっといて、3着持っていっておけば、例えば手でさーっと洗濯物とか洗ったりしてポンってホテルとかに干しとったらもうすぐ乾きますし、で荷物にするってなったりとかした時とかでも、こうやってちっちゃく畳めた状態でこれぐらいになって持ち運びもできるので、本当にスマホぐらいですよねの大きさになった状態でリュックとかにも入れたりするって考えると、まあ、乾きも早いし持ち運びとかにも適してるから、旅行とかでも使えるんかなという感じで思うので、まあ、以上言った点っていうのが僕が使用しててめちゃくちゃ良かったなっていうところなんで、多分今聞いてる段階であんまデメリットないんですよね、悪いとこないやんみたいな感じだと思うんですけど、まあ、ただこれ使ってる人によってはちょっと気になる点っていうのもあるみたいで、まあ、僕が見ている YouTube の、 チャンネルの方で言ってはったのが、ここの前のポケットと後ろのポケットっていうのが3つ計あるんですけど、この前のポケットに関してはこう例えばスマホとか入れたらここまで落ちちゃうんですよね。だから膝のところまで落ちちゃうっていうことになってて、まあ、実際履いてみると分かるかなと思うんですけど、まあ、例えばですねこんな感じで履いとってこうスマホを入れますよね、パッて入れたりしたら
ここまで落ちちゃうんですよね。だからこれがやっぱ気になる人は気になるって言ってて、僕普段あんまりこれこのバギーズショーツに荷物こうやって入れないんで、もし移動するってなったらボディバッグ入れたりとか、あとリュック持ってたりするのであんまりこうやって入れないんですけど、こう普段ポケットに入れ張る方とかはやっぱ確かにこれは気になるなと思ったんで、まあ、それは僕見てる YouTube チャンネルの方から学ばせてもらって、あ確かにそうやなと思ったんですけど、まあ、デメリットはやっぱその辺かなというふうに思って、それ以外は特に悪いところがないというか気になるところがあんまないんかなというところで、まあ、唯一のデメリットとしてはそこかなという感じでは思っております。で次がですね、他社と違うところということなんですけど、結構このアウトドアメーカーって水陸両用のこういうハーフパンツって結構出してるんですよね。でだから別にどこのブランドでもええやんっていう感じだと思うんですけど、まあ、このパタゴニアに関してはですね、2つ他社と違うところっていうのがあって、まず1つ目っていうのが、この売上金っていうのが寄付されてるということになってて、そのパタゴニア全体の売上の 1% が環境問題であったりとか、そういう環境問題を応援してるような団体に寄付されてるっていうことになってるので、まあ、これはバギーズショーツだけじゃなくてパタゴニアっていうブランドなんですけど、まあ、そういった慈善事業というか、まあ、そういうこともされてるので、まあ、自分が買った売上金っていうのが一部がそういうところに行ってるっていうところが、まあ、他社とはちょっと違う部分っていうか、まあ、他社でもチャリティーのイベントってやってたりするんですけど、全アイテムの 1% とかそういうのはしないので、要はこの商品だけ、この T シャツだけはチャリティーしますとかはあったりするんですけど、パタゴニアに関しては全アイテムの売上の 1% って言ったら結構巨額な額やと思うんですけど、確か200億円かなんかを寄付したっていうふうに言ってたんで、洋服を買うことによって、まあ、環境問題にも貢献できてるというか、まあそういうのもあるかなっていうのがまず一つ目と、二つ目っていうのが、まあ、これは全然そのもっとちっちゃい話になるんですけど、これ色が綺麗なんですよね。発色が綺麗っていうことになってて、まあそれがなんでかっていうと、やっぱそのブランドによって使う色ってあると思うんですけど、パタゴニアに関してはこういう派手な色が綺麗で、特に他ブランドと比較してもやっぱり合いやすいんですよね。だからファッションとして上下で合わせるときとか、こう白 T に合わせるってなっても、どの色を選んでも、例えばこういうピンク選んでもこれ選んでも、まあ、こういう番号を選んでも全然合いますし、他のブランドの黄色とか緑とかって結構特殊な色してるので普段の私服で合わせづらいんですけど、このパタゴニアのバギーズショーツに関しては毎年いろんな色出てきても結構合わせやすい色を毎回出てきてるなっていう印象があるので、まあ、この辺はやっぱ他社と若干違うかなというふうに思いますので、だから僕はバギーズショーツを推してるんですけど、まあロングでも別にどっちでもいいんですけど、いいかなという感じでは思っております。はい、ということになってですね、まあ一応このバギーズショーツ自体が7000円ちょっとぐらいっていうことになってて、まあ、値段としては決して別に安いって感じはないんですけど、まあ、ただ先ほど言ったみたいに海パンにもなって、アウトドアでも使えて、キャンプでも使えて、バーベキューでも使えて、私服でも使えて、寝巻きでも使えるって考えたら、まあ、そんなに高くないというか絶対元は取れるやろうなというふうに思いますし、まあ、その用途いずれかに絶対皆さんハマると思うので、例えば俺インドアやから外出えへんねんっていう方は寝巻きとかにもできると思いますし、あとそれ以外にやったら、まあ、俺私服でしか使わへんっていう方は全然私服で使うだけでも全然申し分ないと思うし、まあ、私服ではもうちょっとDC ブランドとかちょっとゆったりしたブランドが好きやけど、海とかやったら確かにいいかもっていう方もいらっしゃると思うので、まあ誰かしらのどっかの用途にはハマると思うので、僕なんでこんなバギーズショーツ熱弁してるかわからないんですけど、全然何の関係もないんですけど、まあほんまにバギーズショーツそれぐらい好きなんで、僕が結構これ好きですって言って、視聴者の方も購入された方多いんですけど、ほんまバギーズショーツは良かったですっていう方多くて、あそういう風に言ってもらったら僕も勧めて良かったなって、僕に全然1円も入ってこへんけど良かったなって思ったんで、まあ今回動画を撮らせてもらったってことになってますので、まあもし仮に迷ってはって、なんかショーツいいのあるかなって迷ってはる方がいらっしゃったら、このバギーズショーツは結構おすすめかなと思います。まあ僕はちょっと明るめの色なんですけど、ネイビーとかブラックとかもあったりするので、まあそういう色からチョイスしてみてもいいかなと思いますし、まあおそらく7000円ちょっとっていう定価の値段の、まあ、元は取れるというか、まあ大阪人みたいになっちゃうんですけど、元は取れるって言ったらちょっとせこいんですけど、まあそんな感じかなというふうに思うので、これは試して全然失敗はしないんじゃないかなというふうには思います。ということになっているので、まあこれからちょっと夏が来て暑くなってくるとは思うんですけど、まあちょっと服でも変えて楽しんで、でついでに社会貢献にもなるので、まあそんなもいかがかなというところのお話をしてみたという感じにはなっております。ではですね、本日は夏にめちゃくちゃ使えるショーツを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。